お、見えてるかな。おお、こんにちは皆さん。あ、緊張する。インスタライブ多分私初めてなんですよね。こんにちは、やっほーみんな。こんにちは、こんにちは。おー来た。おー早い。おー2000人見てる。すごい早い。ありがとうございます。じゃあちょ少しずつね、皆さん集まってきたのでお話しし始めますね。この配信はですね、モラクや日頃お世話になっているさまざまなカラコン店舗様の SNS アカウントなどで告知させていただきました。私会津田宮城桜がプロデュースしているカラコンブランドモラクからお届けするライブ配信企画となっています。うー、わすごい、わすごい。不思議。大3000人もありがとうございます。約30分間と短い時間にはなるんですけども、皆さん最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。さあ配信中はですね、ぜひお気軽にコメントしてみてください。コメント読んでみますか。かわいい、ありがとう。クランヘイ、ありがとう。さくらちゃん、かわいい、ありがとうございます。村重ちゃんもだね。そう、あとでスペシャルゲストも来るので皆さんお楽しみにしてください。この配信はモラクを愛する皆さん、カラコンを愛する皆さん、そしてこれからカラコンに挑戦したい皆さん、そして宮脇さくらを愛する皆さん、たまたま通りかかった皆さん、誰もが楽しめるように、そしてモラクのことをもっと好きになってもらえるように、韓国からお届けしています。韓国です。おお、すごい、3700人も見てる。おー、ありがとうございます。今日のライブ配信初めてなんですよ、私インスタライブ配信。緊張するんですけど頑張ります。改めて会津田宮城桜です。よろしくお願いします。ですね、日頃からお世話になっているさまざまな販売店舗様のご協力のもと SNS でご案内させていただきました。キャンペーンの当選者、そして今日のインスタライブのために皆様からいただいたたくさんの質問は配信中に発表をお答えさせていただきますので、皆さんぜひ最後までお見逃しなく。ということで短い時間ではありますが、今日は盛り上がっていきましょう。皆さんは元気でしたか？私はですね、もうすぐ韓国のカムバックがもうすぐなんですよ。12月7日。7日なんですけど、それでもうすぐなので、最近は毎日練習をしたりとか、いろいろ撮影をして忙しく過ごさせていただいています。あと髪の毛もですね、ピンクに染めまして、どうですか、似合ってますか？カムバック楽しみって、ありがとうございます。皆さんお気づきでしょうか、私が今つけてるのがですね、ドゥルン、モラクの桜ペタルというカラーのものです。見えますか、これ私がね、プロデュースをさせていただいたんですけども、皆さんはモラク実際につけてくれてますよね。結構よく見ますよ、ツイッターとかインスタとかでも、今日モラクをつけてこのメイクをしましたみたいなの、すごくよく見て嬉しいなと思っています。モラクはですね、私がイメージモデルを務めさせていただいているカラコンブランドですね。ワンデーシリーズとワンマンスシリーズがあります。全8色あるうち、桜ペタルとティントブラウンの2色を私がプロデュースさせていただきました。このカラコン、私もよくステージ上がる時とか使うんですけども、目を大きく見せるものじゃないですか。でもすごくナチュラルに、普段の自分とはちょっと変化をつけたい、そんな時に使っていただきたいなと思って、私は桜ペタルとティントブラウンを作ったんですけども、ティントブラウンは本当に本当にナチュラルで絶対バレないぐらいの、でもちょっと漏れるようなカラコンを作りたくて、まずティントブラウンを作りたいっていうのを言って、あとは桜ペタルは私ピンクのカラコンをつけたことが今までなかったんですね。でも挑戦してみたいなと思って作ってみたんですけど、すっごく可愛くてお気に入りです。知ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、フィエスタっていうアイズワンの曲のミュージックビデオで、私がラップをしながら
イヤホンをつけながらこうやって回るシーンがあるんですよ。ソロのシーン、結構顔がよりで映るシーン、その時にこの桜ペダルをつけてやりました。そのおかげで漏れて映ってます。今日は桜ペダル。はい、ということでまだまだ紹介したかったんですが、お仕事のお仕事だってお時間の都合もありここまでとなります。皆さんモラクのことを好きになってください。本当に本当に本当にいいカラコンなんですよ。つけてる着用感もすごく違和感もないし、長い時間つけても大丈夫だし、本当にいいカラコンなので。そうですよね皆さん、本当にいいカラコン。男でも使えますか？もう使えます。すごいナチュラルなので本当にいいカラコンなので、皆さんぜひ使ってみてください。さあ、ここで皆さんお待ちかね、ビズワン代表のスペシャルゲストをお迎えしてます。これ押せばいいのかな？で、お、どうだ、どうか。リクエストすべて見るでいいのかな？村重？村重からリクエスト来てないけど。村重リクエスト送って。どうやってやるのか分かんない。あ、乾燥しない、チュルンチュルンで最高。そう、乾燥しない。ちょっと待ってね、村重これですよね、すべてを見る村重。あ、村重来てる、送信来たかな、緊張。え、来る。おおお、パン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 、しげー、めっちゃ痛いぞ、ちっちゃちっちゃ、え、なんてちんちゃちんちゃまっちゃねえねえ、なんかこうやって喋るのめっちゃ久々じゃない？ LINE めっちゃするけど、めちゃめちゃ久々、毎日連絡は一応取ってるけど、あーそう、まあ、さくらーめっちゃ久々だ、てららて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 ら、見たよツイッター、ガンホーダンスさすがでした。めちゃめちゃバサったんだけど、私たちよりキレがあってびっくりしたんだけど。当たり前じゃん、ウィズワンだもんだって。え、そう、インスタのストーリーもやばいよね。うん、大好き。これ何、村重って何したらいいんだ。なんかね、最近久しぶりの再会、宮脇桜愛を語るって書いてるんですけど、語ってもらっていいですか？ え、宮脇桜愛、はい、もうちんちゃちんちゃ可愛い。もうでもチェワオ推しじゃん。あ、好き、みんなみんな好き、ミンジュも好きだよ。え、一押しはどこなのそれ。え、会議室。ああ、借りてる。ねえ、インスタライブのあの、うん、流行りのやつやろ。なんなん、知らないんだけど、インスタライブ初めてなの。顔近づけて。なになに、顔近づけて、こうやってシゲの口と見て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 。もう一回、ちょっと村重が近すぎ、ちょっと引いて。怖すぎなんだけど。怖すぎなんですけど。あ、これ流行ってんの？すごい。今っぽい、今っぽい。アサシさんのさ、あれ送ろう。何？アサシに？うん。誰かスクショして。そう、私とサッシーとね、しげちゃんのね、グループトークがあって、いつも LINE してんだよね。そこしか動いてない、LINE で。え、ほんと毎日してる。ねえねえ、韓国の活動どうです、さくらさん。もうすぐカムバックじゃないですか。もう楽しみですよ、私。毎日、毎日、それをモチベで生きてるから。そう、写真とかもさ、12時に出るじゃん。うん。村重の反応が早すぎてびっくり。え、そう、村重いつも貼ってるもん、アイズワンのインスタの公式。え、そうだよね。ピンクも、マリどうですか、ピンク。え、かわいい。やっぱりね、ピンクはね、さくらのためにある色だなって思った。え、俺もその色ちょっと真似したいの。え、村重もさ、桜ペタルつけてるの？ちなみに。おそろち。見せ方。気づいたね。似合う。似合う、似合う。しげは何色が好き？モラク。モラクよく使ってくれてんじゃん。え、村重でも桜ペタル常連だよ。私も。可愛いよね、桜。めっちゃ漏れる。ありがとうございます。あと何が、あと何、あ、質問答え、おー、めっちゃ持ってるやん。そうだよ。
これさ、私質問返し全然しないけど、質問返ししないといけないよね。うん、質問返ししよう。しますね。これからいただいた質問をピックアップして一問一答形式でお時間を許す限りお答えしていきたいと思います。今回ご協力いただいた店舗さんは、はい、モアコンさん、ホテルラバさん、ミューコンタクトさん、クイーンアイズさん、リリアンナさん、ご協力本当にありがとうございました。各店舗2名ずつ質問を選んだということで、まずモアコンさんに質問いただいた方、テイさん、ケバく見えないナチュラルなおすすめのカラコンが知りたいですと。おー、モラック結構基本ナチュラルで、その着色も結構ちっちゃめなんですよ。だから本当に全部おすすめなんですけど、特にダズルベージュがめっちゃ人気で、めっちゃ人気なの、ダズルベージュ。よく見る、なんか YouTuber さんとかもなんか使ってくれてて、めっちゃいいです。なんかちょっとハーフっぽいけど色素薄い感じでみたいな、はい、ナチュラルね、ナチュラルな変化。続いて、マナブさん、ずっと韓国にいますが、日本に戻ってくれたら、まずやりたいことは何ですか？え、もうずっと言ってるけど、牛タン食べたい。え、そうなの？ない、韓国であんまり牛タン食べる文化がないから、ほとんどなくて、もうネギしか、もう、利休でお願いしますって感じ。行こう行こう行こう！村氏、送ってよ。冷凍のやつあるよ。え、送るよ。てか、九州のさ、あの、醤油ポテチは。はい。え、てか、村重最近なんか、お肉のさ、なんか、仕事してない？あ、やってる。格納庫のやってる。あれ、送って。え、あれ、送ってあげるからさ、バカ宣伝してくんない？マジで。シゲの名前がなさすぎて、こいつ、マジ数字持ってない。わかった。世界に宣伝するからさ、あいつのメンバー分送って、12個、12個。あ、わかった。送る。あのね、YouTube にもね、載せてんのよ。あ、本当？わかりました。絶対送ったね、でも。宣伝して、俺、YouTube もバカ伸びてないから。あの空港歩くときさ、シゲの YouTube こうやって見ながらさ歩いて、リンクね、リンク見せながら、ね、写真撮られて、それで分かった。続いて、ホテラバさんに質問いただいた方で、サキさん、サクチャラちゃんがメイクで一番大切にしてることは何ですか？なんだろう、まつげ。うん、まつげ大事。え、それメイクさんにやってもらってんの？そう、韓国では全部メイクさんがしてくれるから、最近自分でメイクほとんどしないんですけど。マジじゃん。どういうこと？強すぎだろ。自分で。そう、でもまつげが本当にすごいの、韓国のメイクって。すごい。リカさん、マジでメイクいつも可愛い。すごいよね、でも本当に。すごい。マジでわかる。マジですごい。え、マジ、イズワンとしてはアイズワンのメイクさんにやってもらうのが夢。いつか。うん、めっちゃ高いけど来たらできる、韓国に。マジで高いの？うん、多分高い、分からん。じゃあさくらにつけとくわ。続いて、キョンさん、カラコンをつけたことないのですが、初心者にもおすすめの色を教えてください。あー、つけたことがない人はやっぱりティントブラウン、めっちゃナチュラルです。本当に本当に分かんないので、ぜひつけてください。そうです。はい。続いて、ミューコンタクトさんに質問いただいた方、おこなちゃん、カラコンの種類が多くて今とても何を買うか迷っています。さくらちゃんのこっそりもらえるものかしっかりもらえるものどちら選びますか？ずっと前までは本当にバレないカラコンが好きだったんですけど、最近さ、みんなさ、カラコンをさ、つけること言うじゃん、アイドルも普通に、うん、今までなんかさ、言っちゃいかんみたいなさ、なんか、アイドルあったよね。で、あったよね、あったよね。でもなんか今はさ、カラコンつけたらぶったたかれちゃったみたいな。でも今言っていいじゃん、なんか変わったじゃん、うん、だから最近はグレーのカラコンとかもつけるし、なんか髪の色も派手だから、なんかちょっと色素薄くて結構派手なカラコンをつけるのもちょっと自分の中で流行ってますね。え、カラコンは自分で選べるの？つけるの？選べる時もあるし、これつけてくださいっていう時もある。ミュージックビデオの時と。なんでそれ、何これ、何。そんなこと言われたことないんだけど、羨ましいなと。続いて、最近聴いてる曲ありますか？お、最近聴いてる、村重、エスパ、エスパ。あー、ブラックマンバ。大好き。まま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 いいよね、二人でいいよね、話したよね。うん、おしまいいるよね。最近聴いてます、よく。続いて、クイーンアイズさんに質問いただいた方です。ルルちゃん、サクちゃんはカラコンとメイクどっちからやりますか？あー、私は、やっぱ衣装とかに合わせてだから、最後にカラコンを選びますかね。
シゲンは？シゲンシゲンめっちゃカラコンさ、いろいろ使うじゃん。大好き、カラコン。でもシゲンもともとカラコンみたいな目してるじゃん。そうなの？がさ、あれやったら、橋本環奈ちゃんみたいにさ、村重の目になれますみたいなカラコン。だから今村重まだ影響力がないから、もし村重がプロデュースするってなったらモデルさくらね。え？ちょっと待って。さくらね、もう。だったら私が普通に出したほうがいい。違うのよ。村重プロデュースで私がモデルなの。え、そう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 。ああ、わかりました。はい。僕はさくらが空港でずっとつける。ミュージックビデオでも？ミュージックビデオでも。頑張ります。はい、光栄です。ありがとう。はい、続いてリリーアン、あ、桜部ちゃんさん、おすすめの韓国ドラマがあったら知りたいです。知りたい。最近はネットフリックスに全部あるんだけど、最古だけど大丈夫ってやつはマジで泣ける、本当に。ね、あれはあれ話題になってなかった、なんかさ、漫画のやつ、なんかイテウォンクラス。違う、すっぴんはすごいブサイクなんだけど。ああ、なんだっけ、あれ始まってない、まだ。あ、そうなの。うん、なんとか、なんだっけ、あるよね、なんだっけ、そう、ある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 。女神みたいな名前。女神降臨？うん、そんなやつ、そうそうそう、そんなやつ。まだ始まってない。もうすぐ。え、それ韓国でもう見れるの？始まったら見れるね。やばすぎなんだけど、改めて韓国にいること実感しちゃうわ。あと、今やってるのだと、スジさんが主演のスタートアップってやつも、メンバーみんな見てます。え、見る時間あんの？ドラマそもそも。え、もう練習終わって深夜とかに無理やり一話見るみたいな。寝る時間はない？寝る時間ないけど、でもそうでもしないと見れないから無理やり見る。今度から MV 見るときマジもうぶっちもう優しい気持ちで見る。お願いしますね。はい。続いて最後、リリーアンナさんに質問いただいた方、桜餅さん、デートにおすすめのカラコンありますか？クリスマスにつけたいと思ってます。おー、デートはやっぱ桜ペタルじゃないですよね。うん、本当になんかピンクってなんかちょっとなんかウサギの目みたいなさ、うん、わかる、ちょっとうるうるした目みたいになれるから、わかるやろ、それがデートにおすすめだと思います。ぴったりだと思います。なんで3秒で男を取ってます。そうらしいです。じゃあ最後の質問です、はい、いちかちゃん、今までお気に入りだった髪色や髪型が知りたいです。これまでも全部好きですが、今のピンクの髪色可愛くて大好きです。おー、ありがとうございます。いや、私もピンクが今まで一番好きかもしれん。え、そうなんだ。え、なんかもう地毛でピンクから出てきたら本当に嬉しいのにと思う。え、でも村重黒髪めっちゃ好きだったよ。え、でもロングハイやろ、シゲは。え、まあね、でもショート、でもロングも好きだけど、ショートを見ると、なんか、あ、これ、これ、これってなる。まあ、私っぽいよね。宮脇桜感あるよね、ショートって。ある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 。でも、どっちも。今は私はもうピンクですね。ピンクを。え、それはエクステでしょ？エクステ。ここら辺が私のかな。シゲもエクステつけたくなってきた。で、ピンクにしようかな。さ、ファンサンダムの時私が髪の毛ブルーブラックにして、ブルーブラックにしたじゃん。ブルーブラックにしたもうガチファンだもん。マジキズマ代表、ありがとうございます。さあ、皆さんたくさんの質問本当にありがとうございました。もう行かないといけないんですか、私。まだ大丈夫。お、まだ大丈夫だって。おお。好きタピオカ。髪の毛切った、しげ。え、切ってないんだけど。あ、ごめん。あれ？ねえ、耳さ、軟骨開けたでしょ？開けたよ。でも、うん。痛ここも開けたんだけど、塞がっちゃった。ここは。ねえ、シゲも開けたんだけど。え？ほんと？しかもね、見て。ビトンつけてっから、俺。めっちゃ儲かってるやん。ついに入ったから。おい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 。ほんとに開けた？開けたよ。怒られなかったの？いや、もう言ってない。さくらがさ、ピアス開けたって LINE してきたじゃん。ピアス開けたって LINE してきたじゃん。うんうんうん。その2日後ぐらいに開けた。え？行動力。ガチガチウィズワンじゃん。そうだよ、マジのウィズワン。いや、ここも開けたいんだけど。ここちょっと痛い。
なんか骨がグッてなる音が聞こえる。やばいじゃん。痛かった。ねえ、韓国行きたい。え、来て。本当に。え、めっちゃ紹介できるよ。くれる韓国行ったら。うん、多分。え、行くだけ。スケジュールがあったら。え、ねえ、韓国さ、歩けるの普通に。どういう意味で？だからバレないのってこと？え、そう。バレ？髪の毛がちょっと派手すぎるからだけど、うん、そんなにそんなに、え、韓国料理で一番好きな食べ物何？サンナクチって知ってる？サンナクチ。何それ知らない。あ、もう生きたタコ、うん、がさ、なんか踊り食いみたいなのあるじゃん、タコの踊り食い。 あ、そんな感じで、もうタコがぶった切られてるのに動いてるの、足が。それをごま油につけて食べるんだけど、めっちゃ美味しい。絶対美味しい。でも口の中でこうやってくっつくの、タコの味が。マジ無理ゲーなんだけど。なんで？本当最初はびっくりしたの。結構見た目がえってなるんだけど、めっちゃ美味しい。食べさせたいわ。あとやっぱユッケでしょ。なんかさ、さくらさ、お菓子めっちゃ買ってきてくれたよね、日本来た時。あ、そう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 。韓国のお菓子。村重が好きなやつあるじゃん。キャラメルが入ってさ。あれめっちゃ好きよね、しげ。あれ、韓国のコンビニでしか見ないのよ。そう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 。美味しいものいっぱいあるよね。めちゃくちゃ買ってきてくれたよね。そう、めっちゃ。いつも。あの、あれでしょ？博多座見に行った時。あ、そう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 。言っていいの？いいよ。はい。しげがさ、頑張ってるから見に来てって言ったら、さくらその1週間後ぐらいに来てくれたよね。そう、すぐ行った。マジ、ふっかるだよね。さくや。本当に久々、やば、もう元気にしてるってね。もう9周年も迎えたし、うん、HKT。 あ、そう、見たよ、TMN。 あのヨッピーが送ってくれて。あ、マジで、ヤシマ美容師のやつ見た？ あ、それは見てない。それ前夜祭じゃない？うん、前夜祭。あれが普通にさ、にさうちらのビデオ通話流してるみたいな。これ、大丈夫？これ、成り立ってる？ 5,000 人見てるけど大丈夫ですかね？大丈夫かな。俺が一番怖い。だってみんなさくらを見たくてやってるのに、なぜか俺が入ってるっていう。これさ、韓国のファンの人たちとかさ、誰？うん、下にいるの誰みたいな。あの、あにゃせよって言っといて。だからあにゃせよ。じゃあしげが13人目のアイズワンですって、新メンバーとして。あー、しろん、あいつはメンバーだよ。ちんちゃさんへよちんちゃ抹茶。ちんちゃちんちゃ抹茶なのに、クラクラクラリネットをめっちゃ言ってない？ねえ、日本のスタバ抹茶抹茶出てるからね。それな、えぐいよ。おいしい？飲んだ？うまい。何それ？うまいのよ。ああ、いいな。でも韓国はいちごのフラペチーノあるじゃん、うん、あれずっとある、基本メニュー。いちごのフラペチーノ、うん、やばすぎじゃん。え、そうですよね、多分。うん、基本メニューにある、ずっとある。あの、日本でめっちゃ人気だったやつ。そう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 。ね、てかさ、さくらさ、はい、早く会いたいね。なんかちょっと会いたくなってきちゃったな。会いたい、本当に。だってもう1年ぐらい会ってないね。え、そうだよ、なんだかんださしこちゃんと3人でお話ししたね。楽しかったよね。でも結構定期的に会ってたよね、さくら。もうめっちゃ2人のやったら面白くて大好きだって。よかった。あ、よかった。なんだかんだ、しかもさ、しげさ、なんだかんださ、ずっとさ、いや、さくらが韓国行っちゃったらもう HKT 無理かもとか言って、なんだかんだずっといる。めちゃめちゃ楽しそうやん。めちゃめちゃ楽しそうに矢島教室してて、めっちゃ笑った。しかも私がさ、ティーザーが出た時にさ、それやっててさ、あ、1期生の LINE でさ、送られてきたじゃん。うん。めっちゃ、しかもポーズも似てたし、マジ笑ったわ。そうだよ、もう本当にそういうことしかやってない。偉いと思う、本当に。でもなんか村重はもうさ、もう HKT の象徴じゃん。ねえ、それいつも言ってくれるよね、さくら。だし、もうバラエティーもめっちゃ出てるやん。あと3回言って、それ。いつか
頑張って日本で売れるよ。え、もう売れてるでしょ。売れてないよ。あ、そうなの。でもめっちゃ、だって県民賞何回入れたの。2回すごくない。うん、たまに出させてもらえる。コロナ気をつけて。コロナならないで。いや、なったからめっちゃ心配だったから気をつけてくださいね、本当に。気をつけよう、お互い。はい、いつか暇な時俺の YouTube ゲストで来て。え、うん、気が向いたら OK してくれた。ね、さくらの YouTube 登録者数何人？え、なんで、全然更新してないけど、60とかかな。え、俺の聞かせてあげようか。え、一人でやつ始まったよね。うん、楽しげチャンネルやってるんだけど。私がやってるわ。2万。うん !6000 人みんな登録してあげてください。1万人もおらんの？おらんのよ。だってこ今5000人見てるじゃん。全員登録したら1万人いくよ。本当に。もう全員絶対登録してほしいよ。登録してあげてください。ぶち泣くよ。韓国語でも言うわ。うん、シゲが YouTube チャンネル行くことによ。うん、チャンネル登録해주세요、여러분。はい、登録해주세요、これで、これ1万いけ、いった。大丈夫。登録するよ、だってよかったじゃん。いや、一人増えました。おめでとうございます。あの、もう私そろそろ行かないといけないんですけど、はい、ここから C だけになるんですね、うん、でも皆さん出て行かないでくださいね。うん、失礼。だってこれさ、見えるじゃん、私たちにも見えるじゃん、何人いるか。そうなの。今5800人いるけど、うん、ここからね、みんな抜けないようにお願いします。え、あの、でもこの後そのさくらのなんか3位の当選発表し、うん、あ、そうそう、一番大事なやつね。そうそうそう、もう抜けたらみんなマジで分かんなくなるから。分かんないから、さくらが抜けたからといって退出するのマジやめてほしいです。目に見えた数字が出るんで。そうだよ、村重傷つくんで。そうだよ。あとね、皆さん最後まで頑張って見ていてください。はい、ありがとう、しげ、またね。バイバーイ。また遊ぼう。行ってきます。バイバイ、頑張ってー。